ホンダレジェンドダイーブ、アカディアアカディアは、韓国の自動車メーカーダイウ自動車が、かつて製造、販売していた高級車である。二代目ホンダレジェンドをベースとしたライセンス生産として1994年より、発売を開始した。同社としては、インペリアル以来の大型車市場への参入となった。当時、ヒュンダイ自動車のグレンジャーがこのクラスのシェアを、ほぼ占有しており、 その画像を切り崩すため1992年に日本のホンダ技研工業と技術提携し市場に投入された。しかし後日のようにグレンジャーの画像を崩すことはできなかった。1994年3月発売を開始した。エンブレム類こそ違うがプラットフォームはもちろん3.2リットル V6 サイチェシーエンジンや内外装部品のほとんどを ベースのレジェンドと共用することで極力価格上昇を抑えたが、それでも発表当時の価格は4190万ウォンと、同クラスでは比較的高価な部類であった。ただしその分装備類は充実していて、当時の高級車でも採用率の低かった ABS や両席エアバッグをいち早く標準装備するとともにシートベルトプリテンショナー。 ヒーターとポジションメモリー機能を備えた、運転席、パワーシート、プッシュボタン式、ドアオープナー、フルオートエアコンなど高級車にふさわしい装備であった。トランスミッションは4足 AT に加え、北米市場に搭載された5足 MT も用意された。品質や走りの面では高い評価を得ていたが、常実の価格面に加え、発売直後に起きた AT の暴走事故が災いし、 販売面では思うように伸びず、1999年12月に販売を終了した。ギリシャ語で理想語を意味する。アルカディアの発音だが、CM を見る限り、アルカディアではなく、アカディアと言っており、ハングル表記においても、アカディアとなっている。なお、英語でのアルカディアの発音は、アーケーディアとなる。当時韓国国内最大級であった後年、ベースとなった、 レジェンドそのものがホンダコリアによって輸入、販売されることとなる。ありがとうございます。